のくさんこんにちは。返信ありがとうございます。まず音声のことなんですけども、どうもね、音声ちっちゃく入ってたのが何点があるみたいで、ご迷惑をおかけしました。特に FX とかスクリーンショットですね、動画スクリーンショット、スクリーンキャプチャーの方は最近このマイクにしてちょっと調子が悪いんですよ。マイク買い替えてからやっぱしっかりした 2,3 万のやつ買った方がいいですかね。これね、3000円ぐらいのやつなんですよ。なんかかっこいいでしょ。でこれ押したらオンになるんでいけるかなと思ったんですけど、いまいちでしたね。はい、すいません。で、アレルギーとか個人差があるっていうことなんですけども、そうですね、あの極端なことを言わなければ、私はね、健康にそこまで気を使っている方が不健康なような気がしているんですよ。遺伝子組み換え食品も確かにね、表示されているものに関しては私たちはすごく注目するんですけど、表示されていない、表示義務のない、何が入ってるか分かんないものに関しましては単なる広告イメージで買ってるんですよね。私がそれに初めて気づいたのはあのジュースなんですよ。あのアップルジュース 100% って書いてるんですよね。で果汁 1% って書いてるんですよ、下の方にちらっと。これどういうことなのかなっていうと、アップルジュース果汁 100% アップルジュース 100% っていうのは商品名らしいんですよ。確かにアップルジュースは 100% の割合で紙パックに入ってますから、そうだなと言いますよね。で果汁は 1% なんですよね。だから砂糖とかいろんなものをね、あの香料とかを入れながら、わけのわかんない物質にあのなんですか、リンゴの皮をねすり込んだのを 1% 分ポンと入れて果汁 1% って表示すれば、それはあの立派なオレンジ、アップルジュースなんですよね。で見た目にはアップル100って書いてあると、あ 100% なんだ、98円安いなってなるんですけども、冷静に考えてリンゴのね 100% 果汁が98円で買えるっていう風な、そっちを疑うべきなのかなと思うんですよね。という形でね、私たちはいろんなイメージによって買ったり買わなかったりを決めてるんですけども、本当はどうなのかなってことを考えると、またこれまたキリがない話になっちゃいますんで、まあ私はね、そこそこ気にして、まあ全体的にはおおらかにしていけばいいのかなということなんですよね。食べる食品に対して自分の生活態度はどうなのかなということですよね。体をちゃんと使ってるかな、鍛えてるかなってところもありますし、食品っていうのはバランスをとってるかなとか、そのバランスも個人個人によって違いますよね。筋肉質の方のバランスっていうのと、あとは食事をね、1日に2回しか取れない方のバランスっていうのもあると思いますし、それぞれ違うんではないかなと。iPhone が喋り出しましたすごいですね、びっくりしましたね。で、いろいろと申し上げましたけども、人間は健康のために生きてるわけではないし、なんかね、こういう考え方聞いてハッとしたことがあるんですよ。それはお酒をねずっと飲んでる方がいらっしゃって、晩酌で体に悪いよと、たまにはお酒を控えたらって言われて、その方がねこういうふうに答えたんですよ。大好きなお酒をやめれば確かに健康に長生きするだろうと。でもつまらなく健康に長生きして苦痛が続くだけじゃないか、だったら適度にね自分の好きなことをやって、それによって寿命が縮むのも楽しい人生がパーフェクトに送れるんだったらいいんじゃないのっていう考え方ですよね。もちろんだからといってむちゃくちゃなことをしろってわけじゃないですけども、夕方にね晩酌にビールの一杯飲むぐらい許してよっていう、まあそういう形なんですけどね。まあこういう会話の後には必ずね極端なことを言い出す人がいるんで、そういうことではなくて、まあやんわりとしていきましょうってことらしいんですけどね。それでいろんな考え方聞くと、健康に気をつけるあまり不健康になってしまうってことも結構あったりね、もう本当になんか買いに行くたんびに食品をこうやって見比べたりとか、本当に、ね、血まなこになって細かいところまで見るとかになってしまうと、これはこれでねもったいない人生の過ごし方なのかなと思っちゃうところもありますし、私がね経験した中では、いわゆる健康オタクとか無添加とか自然食品を取る方って結構ね、私の偏見かもしれません、私が見たところ結構精神を病んだりとか病院に通い詰めたりしてるんですよ。ものすごく健康に気を使ってる人がそういう風になっちゃうんですよね。で私はまあ適当に物を食べて適当に物を食べないような暮らしを送ってるんですけども、まあ病院知らずで健康診断も行ってますけども、行くのがもったいないぐらい病院には縁がないんだけどなと思っちゃったりするところもありますし、まあおおらかに生きると体が何ですかね、善玉なんとかかんとかっていうのができるんですかね。まあ分かんないですけども、私はおかげさまで適度に健康に気をつけて、適度に健康には何ていうんですかね、ずさんでバランス取れてるのかなと思いますけども、これからもね、やっぱり遺伝子組み換えとか添加物に関しましては少しだけ気にしていこうかと思います。本当にメッセージありがとうございます。好き嫌いが多く、すごく多かった健康でした。あまり食べるものに気してなかったようです。あ、ですから
ノクさんのお父さんと私は気が合うのかもしれないですよね。ね、塩分変色がひどくてケチャップを使ったものを食べたのを見たことがない。ああ、なるほど。私もねケチャップ本当ね昨日ハンバーグ食べたんですけど、このぐらいのハンバーグにケチャップは本当このちょびっとですね、そのちょびっとで、そのハンバーグの味の変化をこう楽しんでいったりとか、ソースの代わりに他の野菜とかトマトを食べて挟んで食べていくみたいな感じをしてますね。割とだからひき肉の素材が良ければハンバーグも本当美味しいんだろうなと思いますね。まあそういうふうに思うようにしてるのと、あと作った人へのね感謝の念でまずいっていう感覚をもう最初から捨ててます何でも食べるみたいな感じになってきます。で FX ね、いい感じでしたね。本当ここ何日か今のチャートどうなってるのかな。あ、ちょっと停滞気味と言いますか、そこそこですね。こっからエントリーするのは結構難しいんですけども、1時間で見るとダイヤモンドができてる感じで上に抜けるのかなって気がしますけどね。さらに私こっから売りか買いかを選べって言われたら9時33分のドル円はね買いの方を選びますね。まあエントリーしないですけどね、もう今週はもう十分なんで、もう今日はエントリーせずに、明日もエントリーせずに、深追いをせずにね勝ちを確定させる1週間にしようと思います。今週は結構ね取れましたよ。ADAの方もねかなり取れましたいや本当にありがたいことでございます。 FX をマスターするとね本当にいろいろと余裕ができるなと思いますね。ただ度胸がないんでロットを上げることができません。ロット1から3の間で私の実力は止まってしまいましたロット1から3なんで日給で言ったらね2万か3万を繰り返しているところですね。でエントリーができない時もありますんで、月収で20数万ってのはもう仕方がないのかなっていうところでございます。ロットを倍にするとね一気に50万60万とかになるんですけども、その度胸がないんですよね。まあしばらくこのままで今年いっぱいはこのロット1から3の間に行くのかもしれません。だんだんね、自分の力量が見えてきてちょっと寂しい気もしますけどね、その殻を破って次のフェーズに進んでみたいかなと思います。それでは本日もありがとうございました。